こんにちは。今回の問題、タイル切りの問題と言われる有名な問題でもあります。問題の内容を確認しておきますね。図のように正方形を縦に4枚、横に6枚並べて作った長方形があります。この長方形を一本の対角線によって切ると、元の正方形ですね。これが全部で8枚切られることになります。同じように正方形を縦に104枚、横に117枚並べて作った長方形。これを一本の対角線で切ったとき、切られる正方形は全部で何枚ありますか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解くしたその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきますね。縦104枚、横117枚の正方形を並べた長方形ですね。到底これ正方形一つ一つっていうのを書いていくことはできないですよね。じゃあどういうふうに考えるかなんですけれども、104と117っていう数ですね。これに注目してもらったら、どちらも13で割れる数です。104っていうのは 13×8。117。これ 13×9 ですね。こういう風にすることによってどういう風に考えるかなんですけれども、一旦元の形ですね。これ戻ってください。これ全部で8枚の正方形が切られていることになりますけれども、これ実際数えてみたときに、1、2、3、4。この時に、ここの点ですね。こういった点を通っています。この後また1、2、3、4。ここの形とここの形一緒ですね。こういった点のことを格子点って言うんですけども、ここの格子点を境にして、ここに並んでる正方形6枚のうち、1、2、3、4、4枚が切られてますね。ここでも同じように1、2、3、4、こういう風に切られてますね。だからこれ全部で8枚数えるときも、ここの4枚、これと同じのが2つある。こういう風に考えてあげたらいいです。じゃあこれも 13×8、13×9 ですね。こちらの図でどういう風に考えるかって言いますと、こういう風に対角線引きましたけれども、104っていうのは、ここでやったように13で割り切れるわけですね。117っていうのも13で割り切ることができます。ということは、ここで作った長方形、長方形、これと同じように、これ13でどちらも割り切れるわけですから、こういう風に104を13で割った縦8枚、117を13で割った横9枚ですね。こういう風な長方形、これが13個並んでいってることになります。だから、この中の正方形が何枚切られているか、これを考えてあげたらいいですね。8枚、9枚ぐらいだったら、もちろん図を書くことができます。一旦図を書いてみますね。実際に書いてみました。これに対角線引いてみますね。こういう感じになります。結構微妙なとこ通ってるとこありますけれども、この図で数えてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16ですね。ここで16枚のタイル。これを横切っていることになります。この図のここの部分ですね。ここで16枚のタイルを横切っています。っていうことは、全体ではどれだけになるかっていうと、16×13。これ計算すると208ですね。208枚の正方形を横切っている。これがわかります。ところがですね、ここの図で数えたときに結構微妙な図になってますって言いましたね。試験の時にきちんとこういった図を書いて数えてもらったらいいんですけれども、こういった問題、もっと数が多くなってくると、例えば縦が31枚、横が33枚、なかなか正確な図って書けないですよね。じゃあここで通ってるタイルの枚数ですね。これどういう風にして数えていけばいいかっていうと、ちょっと対角線伸ばしてみました。この対角線ですね。この線が正方形の中に入るとき、必ず正方形の辺ですよね。縦の辺か横の辺。この辺を越えていかないといけないです。じゃあ、辺を越えるとき、一番最初ここ通りますよね。これは縦の線と横の線同時に越えていることになります。じゃあ、この正方形を通って、次にこの正方形に入るときに横の線。ここが縦の線、横の線、縦の線。こういう風に、縦の線、横の線を横切るたびに、次の正方形ですね。この線が入っていくことになります。じゃあ、この線全部数えるときに、縦、横、縦、横っていう風に、順番に数えていくんじゃなくて、縦の線は縦の線、横の線は横の線。これ全部で合計いくつ通ったか、こういう風に考えていくと、まずこの線ですね。縦の線。
縦の線は全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。最後は次の正方形に行かないですから、この9本の縦の線、これを横切ってることになります。これってそのまま正方形を並べている横の枚数ですね。9枚。これが全部で通過していく縦の線になります。じゃあ横の線も同じように考えていきますね。一番最初ここで横の線通ってますよね。通る横の線の数はここも合わせて 1,2,3,4,5,6,7,8。 最後はここ次の正方形に行かないですから、最後の横の線は数えないです。これっていうのはここで並べているこの正方形の枚数になりますね。じゃあ縦の線、横の線、全部で何本通っているかっていうと、8たす9、17ですね。一番最初だけ同時に通ってますから、結局この対角線が横切った線の数、これは8たす9、引く1ですね。16回横切っています。16回横切ってるっていうことからさっきの式ですね。16個の正方形を通っているとわかります。これを13回繰り返すから全部で208枚。こういう風に出てきますし、これ有名な問題ですって言いましたね。今こういう風な公式点を考えましたけれども、同時に通る回数、これがどういう数かっていうと、こういう風な公式点ですね。この数っていうのは、この104と117、これの最大公約数になります。ということは最初からどういう風な考え方をしてあげればよかったかっていうと、全部でこの縦の線ですね。これはこの117と一致します。横を通る線ですね。この104と一致します。さっきは同時に通る回数1回でしたけども、こういう風な数だったら、同時に通る回数っていうのは、これとこれの最大公約数の13ですね。ここから13引きます。117と91を足して、全部で208。これがタイルを横切る枚数になりますね。有名な問題なんで公式化するっていうのはちょっとどうかなとは思うんですけれども、結果だけまとめておきます。これとこれっていうのは縦の数ですね。これと横の数。これを足して、ここから最大公約数ですね。これを引いてあげれば、全部でタイルを通る枚数ですね。これを出すことができます。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。